どうも、関口メンディーです、今回ですね、かねてからジェネレーションズのファンの皆さんにファンネームをプレゼントしようっていうふうにみんなずっと話してたんですよ。ずっと話してて、今回、ミーティングをした時にですね、めちゃめちゃいい兆しが見えたんですよ。なんでそれを今回皆さんに聞いてもらいたいなと思って、ちょっと音声だけになっちゃうんですけど、みんながね一生懸命皆さんのこんな名前がいいんじゃないかっていうのをね考えたりとかしてるので、ぜひどうもこれ聞いてみてください。ではどうぞ。人によってこう結構さ、なんかチャンネルのさ始まり方みたいな、はいどうもみたいな挨拶ね、挨拶系導入ね、導入難しいよね、こういうの。確かに。はい、どうです、ビートです、ルーです、ルーです。いいよね。はい、攻撃してメンディっていう名前って本当に使いやすくていいよね。日本語演歌ね、本当に思う。でもどこに行ってもやっぱ覚えられやすいし、伸ばし棒名前についてもさ、すごいよね。あとさ、四角丸系じゃなくて、目、来て、来て、D よ。なんかわかるじゃん。四角、四角なんかダンゴムシみたいな。まあ、頭のダンゴムシみたいな。誰がダンゴムシ。そのね、まあ、ちょっともう僕の名前つながりで、おえ、まずか、ほんとにえ、解明ダンチズマっすか。え、なんだろ。関口ダンチズマ。年始にさ、はい、ちょっと会議するじゃんか、毎年さ。毎年ね、今年も。その時にさ、一回提案させてもらったファンで、ファンの人たちに名前をつけたい。常にこう、なんか応援してくださる皆さんと僕らのこう名前を、ね。名前っていうか、まあ、共通言語っていうか。ずっと言ってるじゃないですか、今年。正月からメンディ君ずっと言ってるよね。それしか言わないですよね。お前やまあ、僕は CL とかでまして、メンディキッチンやらせてもらってて、メンディキッチン見てくれてる人のことをマイメイトって呼んでて、名前をつけたら喜ぶのよ。なるほど、なるほど。それも嬉しいし、もうすぐ10周年だし、そういった節目をこう一緒にお祝いするときに、なんかそういうのがあったらいいなって思って、逆になんで今までそれをやっぱ考えなかったんだろうね。なんか、きっかけがなかったからか。でも結構今のアーティストだとね、多いですよね。三代目さん。あ、そう。三代目は。そうね。メイト。メイト。メイト。ソウルメイト。ラムネです。ラムネ。ラムネも。あ、クレブ。ピジク。だからユミちゃんと何してる。僕のお母さん喜ぶと思いますけど、海外のファンの人とかもなんかさ、ファンネーム欲しいですってみんな言ってるよね。あ、それすごいことだね。そういった意味ではファンの人同士もこう世界とつながれるようになるし、ニュータイプみたいな8人目のメンバーでもあったりするっていうのもあるじゃないですか。え、ここで決めるの？確かに今日のテンションで言ったら多分今俺もメモでユミちゃんしか書いてない。一応26個ね。自分らも考えつつもファンの人のこうアイディアとかもらったらうまくこう一緒にね、みんなで考えるんじゃないかなと思う。そうか、それがいいかも。グループの特徴を表すような、それを応援してくれるファンの人たちって、確かに、なんて言うでしょうか。この際、多分ね、決めれたらいいですね、確かにね。関口ちっち。使えるか。いいかも。2回だと、卑猥な言葉になるんで、3回にすればいいんじゃないですか。関口ちんちんちん。音に変わるから、やっぱ。ちんちんちん。リズミカルだよね。そうそうそう。呼ばれたくないし、みんなそんなもん。ちんちんちんのみなちょっとトップライン。なんか、こう、グラグラさせて。ちょっと聞きたい、聞きたい。関口ちんちんちん。おお、もうちょっとハッピーさ。まあ、これもハッピーだけど。ハッピーっていう意味だったら、これ以上出るのかな。じゃないよ。関口ちんちんちん。関口ちんちん。真面目に考えるって言うさっきからなんだ宙づりみたいなのやろ楽器がお前チン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 失礼失礼すごい失礼何て言ってたのさっきまでセキゴチンチンチンカレーだろもう
海外の方も、そうなんだけど、ちょっと難しいなんだとは思うね。そうなるとやっぱ英語とか英語がいいのかなとは思うけどね。あとまあ10年目ですからね。10年目8人目っていくとカッコつけるとプラスワン。もうなんかちょっと考えてましたから、ね、これ多分持ってたよね、ずっとね、ずっと書くしてた、ずっとあメモ帳持ってるだろう。ないですないです。プラスワンみたいなのを聞いて、多分ジェネっていうのは想像つかないかな、全く。そう、別にそれでもいいのか、ジェネを彷彿とさせるもの、この方がいいのか、いいのか、ね、って数字でも結構すごいよね。四国88箇所ね、8だし、山田のオロチっていうのも8だね、ヤタガラス8だね、めちゃくちゃ深いですよ、ちなみに俺の実家の周りが88箇所の一つで、武者修行の時みんなでバス止まってみんな降りるって言ったら、大丈夫ですそんなことない。なんか用途がポロって言ってなかったけど、ジーニーみたいな、ジェニーみたいな、ジェニー聞いて、あ、ジェニーのファンなのかなって分かる方がいいような気がする。あと長すぎないとか、ツイッターやるときちょっと140文字超えちゃいますみたいな、すごい長いじゃん。ファンの人たちにも聞きたいっていう意味で言うと、なんかこういうのがいいなっていう思いみたいなところとかさ、その名前っていう俺らがなんかジェネのことを彷彿とさせるようなものがいいな、なんか募集とかがいいよね、やっぱ、うん、結果やっぱり、ね、結果それはそう思うな。僕らで目線が違うだろうからね、確かに彷彿とするのも欲しいよね、うん、YouTube のコメント欄でに、いろいろとこう思うものだったりとか、各国で応援してくださっている方も一番入りやすいところでもあるから、逆にこう思いますっていうのを書いてもらうのもありじゃないですか。名前は思いつかないんですけど、私ジェネのことこうこうこうで、ジェネってこういう魅力があると思うんですよみたいなのを書いてもらえば、それでもしかしたらこう繋がってファンの方が、あ、じゃあっていうのにもなると思うんで、うわいね、我々から名前をプレゼントするみたいなね、ファンの皆さん、僕たちからのギフトみたいな。なんかすいません、すごい俺らが今からもらおうとしてるんですけど、そうですね、どっちかというとそっちだ。 あれでしょ、コメント欄のコメントにもコメントできるでしょ、 YouTube できる、できる、みんながこう繋がれるわけですよ、ね、なんかいい投稿があったらさ、それにコメントとか、うんうん、乗っかる感じだよね、いいしね、そこでもそれらも欲しいよね、ファンの声欲しいよね、楽しみ。11月21日本当に10周年を迎える時とかにみんなで一緒に、こう皆さん送ってもらったら見ながらこうまた会議するみたいなところもあってもいいかもしれない、ね、形はどうなるかは分からないですけど、絶対その10周年目にはやりますね。というわけで皆さん、いかがでしたでしょうか。頭ね、なんか変な意味わかんない下りありましたけど、それ置いといて、みんなで、ね、とても真剣に話し合えて、すごくね僕も嬉しかったです。そして、このファンネームはですね、全くすぐ決めようと僕たち思っていなくて、例えば YouTube のコメント欄とかに皆さんが書いてもらったのを込めたりとか、あとはですね CL とかいろんなところで皆さんと一緒にこう考えながら、素敵なファンネームを自分たちのねジェネレーション10周年ということもあって、その節目に、皆さんにこうプレゼントできたらなというふうに思っているので、ぜひ YouTube のコメント欄に、いろんなねアイデアやファンネームこんなのいいんじゃないかっていうのを、ね、送っていただけたら嬉しいです。ぜひコメントお願いします。バイバーイ。